皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私フジのテストでお届けしている30分番組です。はい、今日のオープニングはですね、2月の5日に、京都で、私の抱っこセミナーを、ある幼稚園の PTA 団体さんでさせていただきました。でそこがですね、300人のママたちが集まってくださったっていうののご報告をちらっと触りをさせていただこうと思います。約300人ですね、お集まりいただきまして、なんかやっぱり人数今までで一番多い抱っこセミナーで一番多くて50人かなっていうのが一番大きかって、もともとのベビマをやってた時に一応100人っていうのは経験あるんですけど、やっぱ300っていうと単純にその3倍だし、でそのベビマの時には私のオリジナルではないわけなので、ね、ちゃんとテキストとかがあるわけなんでね。でもそれこう今回は300人そのオリジナルをやったっていうのはやっぱり私的にはこうめちゃめちゃ嬉しくって、で初めてですね、さすがに私もですね、さすがにというか300人はちょっと、ビビったというか初めてセミナーの前日に通しで1時間半、約1時間半のセミナー通しで練習しましたね。今までやったことないんですよ、通しで練習をするっていうこと。あら、これあんまり言わない方がいい言わなかったらまあいいや、ないんです、はっきり言ってしまうとないんですね、投資でやったことは。でもパワポ作ってる間にこうそこの場所こんなこと言うあんなこと言うとかっていうのはあるんですけど、さすがに一応300人は失敗できねえなっていう気持ちがありましてですね、前日場所が離れてたのと、あと乗り換えとかもあって、朝の9時に着かなきゃいけなかったっていうのもあるので、もう全泊近くのね、会場の乗り換え駅のところでちょっと全泊をして、全泊したってことはね、家のこと何もする必要ないので、いやこれはちょっと90分ちゃんと時間取って明日喋ることを喋ろうと思って、初めて、練習をして臨みました。でもっとね、足ガクガクなるかなとか、なんかもっとこうちょっとグワッて不安になるかなと思ったんですけど、全然そんなことなくてめちゃめちゃ楽しかったですまた詳しい様子は、来週からにお話をさせていただこうと思います。はい、メインはまた今日も奥光穂さんに来ていただいてますので、いっぱいお話を伺っていきたいと思います。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だよ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。はい、メインのゲストをまた自己紹介してもらおうかな。はい、お願いします。はい、神戸で親子サロンプチミラベルを主催しております奥光穂です。よろしくお願いします。今日構わなかったね。はい、今日構わなかった。ということで、前回はベビーマッサージをね始められたきっかけとかお話をしていただいて、で今週は、ちょっとまたプライベートの話とか、これから今後ちょっとやっていきたいこと、はい、とあと抱っこ育児とっていうことをお話ししていただこうかなと思うんですけど、はい、まず何からいく？抱っこ育児ありがとう、せっかくこの流れな、ありがとうどうしようか。そうだから一番最初に、抱っこセミナーを、そうそう、あれ割と初期でしたよね。あ、そう、2014年の6月、そうよく覚えてんやん、すごい、だ妊婦だったんですよ私。そうか8月生まれの末っ子がお腹にいて、でお姉ちゃんは、幼稚園の年長さんで、だからその3歳になったばっかりの真ん中を連れて、それこそあずさんのところへ、そうそう、桑原あずささんが主催してくださったの。そう、で午前午後でそう行きました、あずさんのお家で。そう始めだから正式に抱っこセミナーって言い始めてからはまだ2回か3回目ぐらいじゃないか。そうですね、だから初回がなんか大阪の方でやってて、で行きたいなと思ってて、で次西宮でやるよっていうのを見たんで、あじゃあこっちでっていう
そうそう、ね、私もボロボロやったでしょあの時あの泣いたよね、めっちゃ泣いた聞きながら、なんか講座を聞きながらもそうです、後の感想のところでも、後でね、あとさんがそのママたちを囲んで私と一緒にこう喋るっていう時間をちゃんと設けてくださっていて、なんかそこで結構みんなね、そう、うん、みんなもドゥー泣きながら、あの時はどんなやった、何で泣いたの、何で泣いたのっていや、ベビーマッサージの先生をしてるっていうのもあったし、で育児全然辛くなかったんですよ、それまでね。で2人目ができた時に、なんかよくある上の子可愛くないがあるかなと思ったんですけど、それもなくて、2人も全然かわ両方とも可愛いし楽しいってなってて、であの3人目がお腹できて、だから上の子が幼稚園と か、うんうん、だから手が離れたあたり、ちょっと手が離れたあたりから、うんうんうん、上の子がとんでもなく可愛くなくて、うん、ああ下の子と云々ではなくて、じゃなくて、うんうんうん、その5歳え、いやぶっちゃけ5歳児があんま好きじゃないのか限定や5歳児限定、うん、いや今実際真ん中の子が、うん、あの7歳なんですけど、うんうん、もう去年あたりとかすごい真ん中の子が嫌な時期があって、それまた珍しいパターンだね。っていうことは今むちゃくちゃ可愛い末っ子がまた5歳の時があるんかもしれない。何が起こる時期なの、5、6歳があんま好きじゃないのかもっていうのを、中年長さんぐらい、年長ぐらいですね、なんかもうめっちゃ下の子めちゃめちゃ可愛いね、またこれが愛想いいんですよ ね、特に末っ子はもう愛されるかもしれない。大丈夫じゃない末っ子くん、そういう時期ないですかね、分からへんいやでもそれまで育児全然しんどくなくて、なんかワンオペでみんなしきついきついって言うけど、私はもともとだからそうなるのも分かってたし、でベビーマッサージでずっと上の子も真ん中の子もしてたし、今考えたらだからその触れる効果も自分で分かってたから全然辛くなかったんですけど、3人目がお腹にいるあの時期とかは本当にもう上の子が寄ってきてお母さんってするのも嫌で、もうなんかもう触ってくれるなみたいな、マジで、なんかすごい理不尽なことでわーって言ってて、でなんかそれをなんか私ベビーマッサージの先生とかやってんのにこんなんでみたいな、すごい自己嫌悪がひどかって言ったら、めっちゃ何言ったか覚えてます、ごめんめっちゃ全力で笑い飛ばしたんですマジで、そう、マジで、そんなベビーマの先生だってそんなってベビーマの先生だからつってそんな罪悪感持つ必要ないよって、そこ笑い飛ばしたんだよね、そうそうそう何やっちゃった、何やっちゃったと思った、いやいやいや、あ、でも、ね、うん、私はそこがすごいなんか人に対して教えてる側なのに、なんかこの一番上の子、それこそだってずっとベビーマッサージして、うん、大きくなってからもしてて、ずっと可愛い可愛いで育ててきた子が今すごく可愛くなくて、なってたんね、ベビーマッサージぜひ続けてくださいねって言ってる、言ってるのがまたあれかっていうのがあって、うんうんうん、それもなんか罪悪感にすごくプラスされてて、でもやっぱりなんか触ってくれるなっていう気持ちは自分でもどうしようもなくて、でお腹にいるか今考えたらマタニティブルームあるんだと思うんですけど、上の子もやっぱ寂しいからめっちゃなおさらよね、べちゃべちゃくるし、べちゃべちゃくる、そうよね、なおさらよね、なんかもうすごい嫌で、どうしよう、あんなに可愛かったのって、でも、お父さんである主人はもういつまでたっても長女が可愛いんですよ、ましてや下男の子やから、あ、そうそうそう、だから私がすごい邪険に扱うのを見て私を責めるから、あそう、お前も一番上に対してきつくないかって言っちゃう、うん、旦那さんでも分かるぐらいなんだ、結構露骨にへだったんで、すっごいあの時期は辛くて、もう本当になんか ここ行ったらなんとかなるんちゃうかって、だからセミナー来てくれたんだ、だから最初にそのリフレクソロジーの受けた時からずっとこっそりブログを読んでこっそり結構ねこっそりファン多いでも私あの繋がりに行く勇気はなくて、なんでビビりだからずっと見てて、あ、こんなんあるって思って行きました。そう、Facebook もねだいぶ長い間ねフォローしてくれてた怖かったんちゃうえ、だって Facebook 繋がりに行ったら本当にあの学校行く、コミュニケーター始めますって出した時に繋がりに来ました。そう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 、一期の時の、 あの説明を聞いてくれてるから、その時よ、へ、
勇気を出して、ね、つながりに行きました。 でそのお姉ちゃんのが5歳過ぎたらどう変わったんですか、うん、そのだからとりあえずだからそのしっかり笑い飛ばしてもらえたのがあって、うん、心持ちはすごく楽になって、うんうんうん、じゃあちょっとあの抱っこをもう一回し始めるリスタートさせようと思ってしていったら、だからその過度なベチャベチャが減ったんですよ。あなるほど。だから向こうにしてみたら抱っこして抱っこして抱っこしてってもこっちもいやいややってたから、だから向こうの満足度が多分すごい少なかったんで、であのちゃんと理由を言って断ってもいいっていうのを私がちゃんと落ちたんで、今はちょっと無理ですって言ったら、じゃあ待ちますって言って、子供ってそうだよね。抱っこしてほしいんだよね。だからうろうろってして、お母さんそろそろいいかな。けなげ。そう。OK ってなってしてたら、だからお互いにお互いこっちもちゃんと心の準備をして取り掛かれるので、全然違う。あ、なるほど。さすがですね。それでクリアできた。そうで長女との関係はそこからすごい良くなって、めっちゃいいやん。めっちゃ目についてた私をイライラさせる行動がガクンと減って、ここめっちゃ大事なとこちゃいましたね。そうですね。これ多分あのごめん講座の中で聞けてない。多分それすごい悩リアルに悩んでるママいっぱいいてるとこちゃいます、うんね、急に5歳ぐらいからみたいな、急に、なんか幼稚園年長とかなって急に多分、ガッと出てきた感があって、でもうイライラしてるから、しゃーなし抱っこしてもどっちも満たされてなくてっていう時期がすごく長かったんで、でもなんかね、そこからだいぶ変わって、でさあ募集するってなった時に、いや絶対受けようと思って、そんな実感があったらそれはそうですよね。そうだと思うけど、だからまあまあ本当に今受けに来てくださってる方ってやっぱり自分が変わったっていう人が、子供は多分何も変わってない、変わってないと思うよ。全然変わってないと思うよ。こっちの気持ちの受け取り方が全然違うっていう、そうね、そうで、で今めちゃめちゃね、あの長女ちゃんもね、お手伝いもめちゃめちゃする、めっちゃいい。6年生だったっけ。今4年生ですね。触れる講座にもね、そう一緒に来たんですよ。そう講座聞きに来て、で知らんふりして後ろで絵描いてて、なんか講座まあまあ連れてきたけどおとなしくしてくれててよかったと思ってたら、帰ってからなんかこう割り込んできて、抱っこするんでしょって。子供ってちゃんと聞いてんのよね。聞いてたの、うん、知らんふりして興味ないって顔してて、多分耳だんご、ね、本当に聞いてるもんね、子供ってね。めっちゃ可愛いよ。そう、あの誰だっけ、夏美さんのね、2歳まだ女の子、上の子が2歳だった時に、はい、初めて抱っこセミナーに来てくれた時に、もうそのちょろ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 遊んでて聞いてる風じゃなかったんだけど、帰りになんかママに抱っこする今日話聞いてきたんでしょって言ったみたいな。しっかりしてるね。そうだから聞いてる。子供ってちゃんと聞いてんだよね、そういうのね。でもママがこう一生懸命になってるとやっぱりそういうのも、まあ、子供にもね入るわけでございますね。でそれでも今学校育児コミュニケーターとしても、はい、活動してください。だからね、その触れるって言うとさ、なんで介護、そうそう、その年配の方向けもね、の講座もやってます。へえ、おじいちゃんおばあちゃんに、じゃなくてママたち、ママたちに、ママたち、そうだから、おじいちゃんおばあちゃんと接する機会が少ないんですよね。はい、確かに。だから。いざ何かの時で一緒になっても、どう話しかけていいか分かんないし、どう接してもいいか分かんないし、ましてや認知症の方とかだと、ずっと同じこと喋られる方とか、だからずっと苦笑いしてないといけないみたいな。分かる。なんか聞いてますよって顔して苦笑いしないといけなくなっちゃうママが多くて、そういう時になんか心構えじゃないですけど、こういう風にしたらいいですよとか、そんなの言えんの？やってるんですよ、実はそういう講座を。そうなん2時間、2時間の、まあ、よう喋ると思うで、きっとでしょうね。だからそれこそ台本ないですよね。そう、あのそっち系の人。そうなんですか。そうそこでもね、だから触れるっていうのは、ね、そう、ね、やっぱし違います。音楽療法とかその触れるユマニチュードを別にそのまま勉強したわけじゃないんですけど、その考え方をちょっと取り入れて、
すごいね。でも喋る口の筋肉動かすことで、うん、その例えばその嚥下障害のある方とかが元気に一緒に歌っていただく、だから例えば私たちは子連れで行くじゃないですか、うんうんうん、だからこの子のために歌ってあげてくださいって言ったら、うん、なんかしゃあないなって言って、まあ、だからさ、そういう年配の方も頼られたいんだよね。そうです、きっとね、自分のそのいる価値というのか、いる意味というのか、うん、なんかそういうのがやっぱりね、お年寄りね、生きがいね、すごく必要ね。うん、でほら、その場を提供できるって、うん、ママってすごくない、うん、っていうのもやってたりします。ね、そうよね、結構確かにすごいされてて、うん、頼られるとそう、ね、嬉しい、うん、嬉しいっていう、うん、力がなんかみなぎってきそうな気がするね。そこもちゃんとすごいね、伝えて、ママたちに伝えて、はい、そんなんも実はやってすごいね、ちょっともっと言うといたそうやろ、あのね、ブログ書かないからブログと、あとね、あ、Facebook も、まあ、お出かけネタは結構ある。お出かけネタなかなかそういうね、あの、で、あとね、告知遅いのよ、まあ、私は人のこと言えないけどさ言えないけどさ、基本基本ギリギリ書いてはないよそうでね、去年の末からまた新しい動きをね、はい、されていて、え、神戸市兵庫区公認の地域 SNS、はい、ピアッツァ、そう、地域密着型 の、うん、あの SNS、うん、まあ、アプリが一応あるんですけど、うん、まあ、アプリじゃなくてもうウェブからでも全然できるんですけど、その神戸って言っちゃうとすごい広いじゃないですか、うん、じゃなくて兵庫区なんですよ。で、うん、区がちゃんと公認を出してて、あの区って、あの 区、まあ、いや、区役所的なところね、区役所の子育て支援のところがちゃんと入ってて、でそこが、まあ、公認してるから、だから4ヶ月検診とか1歳半検診とかでこういうアプリがありますよっていうのがちゃんと、それはめっちゃいいよね、お知らせしてくださってて、なんか Facebook って基本実名とか、なんかそれがちょっとやっぱハードル高いから、でこの兵庫区の人、まあ、じゃなくても入れるんですけどね、全然入ることは、兵庫区じゃなくてもいいんだ、なんか兵庫区にお勤めされてる方が情報欲しいとかも全然あるんで、でも一応だから兵庫区向けなので、やっぱそこに住んでるママたちが登録して、うんうん、っていうの でいいよね、研修の時にそういうの教えてもらうだけで、うんうん、あ、ここに行けば情報が取れるんやっていうツールを、ね、知るだけで安心ですよ、うんうん、だから最初はやっぱり、あの、小児科いいとこ知りませんか、あ、そうか、ね、めっちゃ知りたかった、か予防接種ってできるとことできないとことある、あ あるでしょ、今なんか予約しないとできない、今特になんか今特に難しいんじゃないの、私らの時はまだそうでもなかったけど、今ややこしいやん、予防接種もいっぱいあるでしょ、うん、種類も増えたし、うん、なんか予約しないとできなかったりとかあるんで、そういう情報、うん、地域の地域密着情報のやり取り、うんうん、もう結局それを、はい、もうその代表としてやってんの、あ、ね、コミュニティデザイナーっていうのがあって、かっけコミュニティデザイナー、コミュニティデザイナーで、まあ、言ったらそのグループを運営する、おうおうおう、もう箱はそのアプリであるん で、 おうおうおう、でそこへ参加しに来て、おうおう、初めましてってみんな来た人に、おうおう、ようこそって言ってあげたりとか、おうおう、あとはあの定期的に地域のネタを、アプリあげるの、そうそう、あの記事アップみたいな、あ、でもなんか堅苦しいのじゃなくて、どこそこでバザーがあるよとか、あ、まあ、まあそれこそ兵庫区だから、そう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 、まあ、そんなね、基本だからみんな近所のネタ、うん、でも、うん、案外知らないんですよね、まあ、知らんよね、私近所のこと知らんもん全然なんか分かんないから、うん、あんなとこに地蔵館あって、あ、そんな欲しいよね、で、だから、あの、あそこ飲み屋やと思ってたけど2階は座敷があるんやとか、あ、ね、ランチやってるんやとかね、そうそうそう、あそこは実はすごい子連れに対して親切にしてくれるとか、うん、そうそう、そういうのね、めっちゃいいよね、お店にとってもいいよね、お店にとってもいいもん、だから最終的にはそのお店の人たちもその中に参入してもらって、うんうん、もっとだからその街が全体的に盛り上がればっていう、こんなパーティープランあるよみたいな、ね、そうそう、絶対そういうのいいよ、いいよ、行かないと分かんない、うんうんうん、ね、すごい、だからそれの、まあ、前は兵庫区ってことで、関西ではここだけなの、そうです、東京の方で、うん、あのずっと育ってきたアプリで、関西っていうか、あの東京以外のところは初めて、初めてこっちの関西の方に来て、で、あの兵庫区が1個目って言って、じゃあ増えていくんですね、そう、だからこれから多分大阪とかどんどん広めていきたいっていうふうには聞いてて、
うん、でだからそのモデルケースになればいいよねっていうので、うわーかっこいい、これから化粧するすっぴんじゃ出ていけなくなる、すっぴんでね、ちょっとね、まずいかもしれない。だからこれがでもね、インスタからそういうあの、ね、お問い合わせで DM が来たっていうから、その会社から、そう、会社からこうこうこういう事業があるんですけど、そのコミュニティデザインやってみませんか、何とか思ってた詐欺かな。いや、ね、あるじゃないですか、インスタグラマーになりませんか、ある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 、くる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 、でもだから一瞬すごい疑ったんですけど、ちゃんとあの区のあのホームページにリンクが貼ってあって、であの11月にそういう公認がおりましたっていうので、12月から本格的に指導しますっていうのがあって、あ、詐欺じゃない。ね、インスタ頑張ってよかったね。ね、ほんまそうですよね。でね、まあちょっと今日あのね、あの収録の後になるんだけど、2月の26日がね、今日初のママランチママ会を企画をして、まあまあちょっとオンエアがねその後になっちゃうのであれですけど。ね、なんか今のところ60人ぐらい、そうですね、なんかもうみんな0歳児のとか1歳児の赤ちゃん連れて、うん、ママがだから30人以上集まります。すごいね、なんかそれもまたと、まあまあその場で取りまとめる、そうですね、それはもう全然全然大丈夫です、全然大丈夫、めっちゃ楽しみです。ただ喋るのだけが伸びないからが心配。ね、だからそういうこれからどんどん、そうですね、ね、割とだからの共働きの家庭が多いエリア で、うん、でもう結婚して住んで子供できて産んだけど、すぐにもう働きに、うん、保育園に預けて働きに出ちゃって、うん、でもそのまま小学校も行っちゃったら、もうそのままどこともつながらないままっていうのがすごい多い場所なんで、ここでちょっと近所の人とか知り合いができて、あわよくばもっと多世代で交流していけたら、うん、いいね、じゃあそのおじいちゃんおばあちゃんも役立つやん。本当だね、本当やね、いや市場とかがすごいあって、でもあの赤ちゃん連れたままなかなか行け、無理無理無理、無理、うん、いや行ったら楽しいんですよ、めっちゃ話しかけられるし、まあまあこんな人だからね、話しかけられるんですよ、それこそその時も黄色がいいのかな、いいよね。ね、なので、で、こうし、なんだかこの春からは小学校の PTA 役員も渡っているということで、うん、当たっちゃいました、すごいね、もう大活躍の2019、当たっちゃいました、もう次の年度であの本部やろうと思ってたのに、あ、そうなの、学年委員がちょうどもうこの年当たったんで、だから学年委員1年やって本部また2年やろうかなと思ってて、でもあの当たる人っていうか話が来る人は絶対来るからね、ずっと本部やらへんって言われてたんで、そうやろ、本部断ったのに学生に当たっちゃった、信じられへん、頼りにされるわ、信じられんなっていうかもしれないけど、まあでもそんな、まあでもそれも子供のためだしね、まあためというのか、うん、でも楽しいんじゃないの、その割と楽しい、ね、そう、楽しい、幼稚園の時もやってた、あ、ね、そんな感じがするからきっとね、あの楽しんでやってくれるんだと思います、そうですね、はい、全然楽しいから、ね、なのでまた、まあ、ダコ講座もきっとね、はいはい、これからもどんどんしてくださると思いますし、はい、今教室もねコンスタントにされているし、またいろんな、ね、これもこれもです、先週、ね、これも先週分見てね、これの説明してるのね、うん、講座とかもされると思いますので、ぜひね、検索ワードが、なんて兵庫ベビーマッサージで検索して、ぜひね、はい、みつおさんとつながっていただければと思います、よろしくお願いします、はい、2週連続で来ていただきましてどうもありがとうございました、ありがとうございました。望みを叶えるカラーメッセージ、珍しいね、詰まるの、ねえ、ね、200回以上ずっと詰まらず来たのに、そう、今日この後、うん、あ、名前、ある名前を出すので、そこを思い出してしまったさあ、それはどうちゃんと出てくるかな、今日は、うん、この新しい、うん、そうパワーブレス、ね、ブレスレットね、してるんだよね、うん、これなんか青いインディゴのね、うん、これラピスラズリらしいです、うん、らしいです、はい、これが
何だっけ、シトリン、シトリン、あ、詳しいらしい、そう、詳しいからね、教えてもらおうと思って、はい、で、これはあのゲストにも来てくださった、うん、あのインカローズナホさん、ナホさんね、そうがプロデュースされてるなんかセドナのブレスらしいんですよ。で、なんか何だっけ、インスタ、インスタこれインスタで、ね、インフィニティパワージュエリーっていうなんか新しいブランドみたいなのをナホさんともう一人デザイナーさんなのかな、うん、でなんか立ち上げられてってね、それをたまたま見てたんですよ、うんうんうん、いやこれ私のんやっていう私のが出会って、ですぐにね、ナホさんにメッセージして、うんうん、私2019年から、うん、マゼンタからちょっと黄色、うん、まあ、ご機嫌さんカラーに色変えたんですよねって言って、うん、で自分の無意識とすっごい仲良くなって、うん、世界は全部丸みたいな、うん、なんかそういうことをなんか心がけて生きていきたいのと、あと豊かさを循環させたいんですよねって、うん、このブレスレットっていいですかねみたいな感じで送ったら、うん、まんまって言われた、そのまんまっつって、で今度はピス、ラズリはその無意識とか直感とかとつながる意思、うん、でこっちがなんかナホさんが太陽さんさんやでとか、なんか太陽っぽいパワーとか、うんうんうん、女性の繁栄、うんうん、ストーリーなんかイエローっていうよりゴールドなんでしょうね、はい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 、で、ああなるほどみたいな、ぴったり で、うん、で色で言ってもこれインディゴなんですよね、うんうん、インディゴとこっちがゴールドでいくと完全に補色なんですよ、だよね、うんうんうん、なので補色ということはナイスコンビ、そうね、お互いお互いを補い合って、だから真反対のパワーがバーンみたいな、バーンインとヨバーンみたいな感じで、あ、やっぱすごいのを選んじゃったみたいな、選んじゃった、うん、でそれがスーパームーンの日に届いたの、奇跡、書きましたね、そう、先日のスーパームーンって年に何回あんの、うん、特別やからでその日に届いて、はい、でこれをねつけたらすごいなんかねパワーがなんか浄化されたよみたいな感覚なんですけど、そのインフィニティパワージュエリー、うんうん、ぜひぜひ検索してみてください、そう、インスタで検索すればな、うん、インスタでそう申し込みもできます、なるほど、はい、ぜひあの、ね、気になる方は申し込んでいただければと思います、はい、はい、ママラフの Facebook ページにも遊びに来てください、カタカナでママラフで検索です、今日の、ゲストのね奥光穂さん言えない、奥光穂さんの情報、ケイちゃんの情報、私の情報載ってます、これまでに出ていただいた方のアーカイブもございますので、ぜひご覧ください。ではまた来週お目にかかります。さよなら。